マリリンとは同い年だよ。そう、ドラフトの時にね、何回か喋った。オーディションの応募にはどんな写真を送ったの？あ、このズボンで撮った。今日履いてるこのズボンで撮った。グループに入り直せるとしたら HKT か STU どっちですか？絶対 STU。 ゆらそら？あ、じゃあ今度空にコラボしようって言っとくね。やってみたい。こんばんは。そう、佐藤しおりちゃんは本当にずっとドラフトの時からと一緒に、平田椎名ちゃんって本当に美人だよねっていう話をめっちゃしてた。佐藤しおりはあれです、くまさんの子です。 AKB の。今度ももいろ配信が見たい。したいしたいしたい。ゆらて系 STU の一番の魅力は、そうですね、なんだ、穏やか。本当に48グループでもすごい穏やかだと思う、 STU は。質並び難しいよね。そう、私ソラファーのことはね、ソラって言うんですよ。そう、もう誰がオリジナルか分かんなくなってるけど、クマさんオリジナル子です。そう、しおりんはね、ちゃんとあれだよ、 LINE 送りました、お誕生日おめでとうって。初見さんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。中国語めっちゃうまいよ、しおりん。スクショタイムお願い。いいよ。オッケーかな。投げキッスできますか？はあ。気持ち悪い。 私の投げキッス。しおりのおりはごんべんでーす。広島でもゆらっていう名字の方会ったことないですね。アイカブ入れてるのはね、入れてるんですけどね、よくわかってない。目が消える笑顔が好き。本当ありがとう。今食べたいアイスはピノ。昨日ピノ食べた。じゃんけん大会、いや、ソロで出ようかなって思ってて。完成された、ありがとう。アーモンド味はね、もうあんまね、食べないの。京都に由良川ってあるよ。そうなの？なんかでもね、そう、瀬戸内にも由良っていうところがあるらしい、愛媛かどっか。椎名ちゃんと出て。 iPhone の前でピノ食べたらなって言われそうですか？1個ちょうだい。1つちょうだい、由良ちゃん1つ。絶対言ってくるから。そういう後ろの山田出た、舞ちゃんの。確か港の名前かな、由良港みたいなところが確か愛媛にあるらしくって。割といろんなところにあるんだね。香川にもあるのか。みんなそろそろ質問なくなってきたかな。質問なくなってきたらそろそろ終わろうかな、配信。ステージ一番美人だと思います。そんなことないけど、ありがとうございます。メンバーと私服交換したことはありますか？まだないけど、舞ちゃんに洋服貸したりとかは何回かしたかなって感じ。ムーンウォークできるよ。
どんな時顔が赤くなる？私顔赤くならんのよね、あんまり。ディズニーランドで一番好きなアトラクションはタワー・オブ・テラー。質問してください、いっぱい。フォローしたよ、ありがとう。じゃんけんね。借りパクされてないよ。あ、今でも貸したままかもしんない、ベルト。でもいつでもいい、返してくれ。この曲のダンスの由来を見ろってところは、でもあんまりみんなの前で披露することが今ないからな。 Don't Look Back とか好きだけど。一日だけ入れ替わってみたいメンバーっている？え、ゆめりんさん入れ替わってみたいですね。どんなことしてるんだろうって。サーフルの好きな選手、青山選手。好きな色は水色。身長 154.8 とかぐらいかな。5って 155.4 だったっけな。タートラー好きだよ。ゆらりん出ない、頑張って。生誕 T シャツのデザインの色はまいちゃんにしますか？すごいのができそう。お好み焼きはどこのコンビニがおすすめですか？コンビニのお好み焼き食べないな。グラビア仕事やってみたいっていうか、まあ仕事が来たら何でもやりたい。48グループに入りたかったっていうか、アイドルになりたかった。髪染めるならなんかあのアッシュ系にしたいですね。広島で握手会はね、そう、もうセカンドが延期になっちゃったからまだわかんないんですよね。漫画読まない、基本読まないですね。妹ステルみたいなバラエティは出たい。出たい、妹運動会楽しかった。足のサイズ 22.5。 声優はやってみたいですね。でも顔気配信今日はねしないですね。思ったより小さい、よく言われます。うん、出張公演めっちゃ出たかったからね。でも選抜じゃないから仕方ない。姫たん会ったことありますよ。一緒にお食事させてもらったことあります、東京行った時に。好きなアイスクリームは濃厚なソフトクリームが好き。ゆみりんゆらりんはね、名前的には近いですね。妹子運動会のゆら的 MVP はさっきーさんです。あの垂れてるイヤリングが好き。もポイチ監督もちろん知ってますよ。好きなディズニー映画は、悩む。え、ナルニアってディズニーじゃないよね。どうだろう、でもディズニーだったら、めっちゃ悩む。でもアラジンも好きなんだよね。アホーニョーワールド、A new fantastic point of view. No one to tell us no. もし今既存の曲でソロデビューできるなら何を歌いたい？不意にかな、ソロデビューだったら。それか出会いの中で続くものって。好きな人には告白する派、言わせる派、待つ派。でも自分から告白、あ、でも好き好きいっぱい言っちゃいそう。オスの定義って何ですか？もうオスの定義はやっぱりその子を応援したい、この子のことが好きって思ったところがスタートじゃないですか。バンジー飛ぶの時ってもの絶対バンジー。好きなアイスは濃厚なソフトクリーム、あとはパルムとかピノとか好き。カズタさんの持ってるウサニーはどう思いますか？今日もまた持ってきたんですかっていつも言ってる。あんちゃんよりかは高いですよ。広島以外で住んだのは福岡と千葉。選抜として SK 劇場来てくださいね。行きたいです。茶髪にしたい。まあ今はそんな良くはないかな。 STU は清楚だから。歌歌選手かわいいよね。
ドッキリされたいされたい。ブランド品とか守ってないですね。あんまり分かんなくて、だからあんま興味ないんですよね、ブランドものは。カバンとかもプチプラなものが多いです。なこさんまだ話したことないんですよ。ジブリはハウルの動く城かな。好きな温泉、好きな温泉か、好きな温泉、でもどうだろう、この近くだったら湯田温泉とかは行ったことあります。出張公演ってずっと選抜で、まあ基本選抜で回してますよね。寝起きドッキリはされたくない。ゆうやって名前で可愛いニックネーム、ゆうやって名前男の子だもんね。ゆうくん、ゆうくん。ミュージカルやってみたい。この夏の目標、 STU の予定でいっぱいにしたいなって。英語全然喋れないよ。バンジージャンプの方がマシ、虫食べるなら。イコラムの舞台行きたかった。好きと教えての違い、どういうこと。好き好きスキップ出た。 HKT さんの腰は結構治ってるけど、なんか一生付き合っていかないといけないって言われた。リーリーについての感想、まあ、あかりんのこともいっぱい好きでいてくれたら嬉しいです。マイキューとコラボね、なんかでもコラボしすぎて、なんかしすぎって言われちゃったから。やちゃんに好き好き言われたら初対面でも付き合っちゃう。えちょろい。バンジー私小学生の時にパパとやったことあるんですよ。湯田温泉です。ガキツカで好きなメンバーも私は法政さんが好きですね。自分の性格はどんな特徴があるの。もう極度の寂しがり屋。好きな戦国武将わかんない。ドッキリで深いプールに落とされてもいい。いや、いいよいいよ。さん付けしなくても GG 握手会で好きって言いまくってほしいで、握手会来てください。着ぐるみ着ての握手覚えやすいからいいと思う。初見さんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆありんことゆらあかりです。あかりんって呼んでもいいよ。広島で一番有名な芸能人どうだろう。でも吉川晃司さんとか奥田民生さんとか。ラグビーはパパがやってました。好きと推しの違い、人として見てるかアイドルとして見てるかじゃないですか。犬派猫派空派空派腕立て伏せ腹筋は何回できる。でも100はできると、あ、腕立て伏せは10回ぐらいだと限界だけど、腹筋は割とできると思う。私は何歳上でも好きって言われたら嬉しいですよ。兄弟います。お姉ちゃんと弟がいます。お化け屋敷怖いです。ああ有吉さんとか綾瀬はるかさんももちろん有名ですね。そう、広島芸能人多いんですよ。ゆら温泉ないです。ゆだ温泉です。ゆだ、スクショたくさんしたけどツイートした時のハッシュタグはゆらあかりとかとゆらりんとかゆらめる。そう、私のメールの返信をハッシュタグゆらめるでやってるので、それでやってくれたら嬉しいです。長女っぽい、いや私お姉ちゃんいるのでめっちゃもうほんと末っ子っぽい性格ですよ。私は妹さんの中でやったぶら下がり余裕だった。私我慢するのはできる。そう、なんかあの別になんていうの、足が速いとかそういうのはないから、我慢するのだけは頑張ろうと思って、絶対頑張ろうと思って、一番になるまで絶対ぶら下がりは離さないって思ってやってた。しんどかったけど
思ったよりしんどいなって思ったけど、もう白強かったからここで負けるわけにはいかないと思って。意外と甘えん坊ですか、めっちゃ甘えん坊だよねみんなね。そう、ひらがなでゆらめる。キャッチフレーズはじゃあゆらへの思いはって聞いたら揺らがないって言ってください。いきます。瀬戸内の波に乗ってゆらーゆらーやってきました。ゆらへの思いは揺らがない。ありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。イエーイ。タメ口で話してる先輩はいる。 STU はもうタメ口とかも厳禁なので、ドラフト生と規制の間でそれはないですね。基本どの方にもたまにタメ口っていうか「とか言っちゃうこととかはあるけど、基本本当に敬語ですね。昨日は待ってまた来ちゃった。嬉しい、いっぱい来て。メンバーで一番誰がギャップあった？あ、福田あかりさんは私配信見てる時に結構ロリな感じだと思ったので、会った時にスタイルがめっちゃ良くて背が高くてびっくりしましたね。それはギャップでしたね。敬語です。正直疲れ、全然疲れないですよ。まあでもそういう厳しさはね、あった方がいいと思うから、ハマってください。そういうの厳しさはね、別になんか嫌だとかは思わないですね。ホンタンさんめっちゃ仲良しです。ハートピンクに染めたら声が前に書くの。おお、ありがとう。はつみさんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。やりたいユニット曲、いっぱいある、いっぱいあるな。 STU がやった曲で言ったらレジスタンスやりたいですね。ジャムポイントの、あ、こっちだった。ほくろ押したら幸せになれるよ。出身は広島です。今月の目標は、私はショールームのフォロワーが4800人いかなかったらデコ出しツインやりますって言ったんよね。STU 加入して泣いたことはもういっぱいありますよ。そんなの無限にあります。好きなおにぎりの具は、なんかツナマヨが好きだけど、ゆかりのおにぎりの中にチーズが入ってるのがめっちゃ好き。このほくろをしたら幸せになれます。誰かに似てるって言われませんか？誰かに似てますか？カメラめっちゃ見つめてみて。そう、ゆかりのゆかりのおにぎりの中にチーズが入ってるのがすごく美味しいんですよ。そうそう、広島の有名なゆかりっていうふりかけがあって、一期生の部屋に遊びに行ったことある、いっぱいありますよ。お家に遊びに行かせてもらったことは。動物に出るのか思い出せ、なんだろう、リスとか。自分でちょっと可愛めの動物言うあたりな。怠け者よ、怠け者。あかりって読みます。よっしゃ、じゃあそろそろ配信終わろうかしら。30分になったし。香水はあんまりねつけないんですよね。でもミストが好きで、めっちゃミストは使う。
きつい匂いがすごい苦手で、だからこういう、これジェラートピケっていうところのミストなんですけど、このミストはめっちゃいい匂いがするから、こういうのをつける。香水よりかはミスト派です。みゆみゆさんとの思い出いっぱいあるけど、みゆみゆさんはあの STU に入って一番最初めっちゃ怖がってる時に一番優しく話しかけてきてくれた一期生さんで、今でもあのめっちゃ優しいし、本当にいっぱい絡んできてくれるし、もう大好き本当に。塩ひな子さんおしゃべりしましたよ。なんかあの香水のきつい匂いよりミストとかあの柔軟剤とかシャンプーの匂いの方が好きなの。相性診断まだやってんのかな。私、私が飼いたいペットはカワウソです。将来なりたいのは OL です、だけ言っときます。みみさんめっちゃいい子よ、ほんまにいい人、本当に本当にいい人ですよ、みゆみゆさん。ゆさんのこと教えてありがとう、見に来てくれて。19歳ですよ、私。大人な雰囲気出てますか？イエーイ。今でも怖い先輩、え、いない、本当にいない、STU。カウソ飼いたいんですよ。またカラオケ配信やるね。女友達の誕生日プレゼント渡す、めっちゃね喜ばれると思う。私もこれ友達からもらったの、これとゼラピケのなんかガウンみたいなのもあって、めっちゃお気に入りで使ってる。私の香りはねピオニーブーケってやつなんだけど、いい匂いですね。そう、来年成人式です。16歳に見た佐野さんめっちゃ優しいですよ。一番最初になんかあのケータリング食べていいよって、ケータリング食べひんの、お腹すかへんのって言ってケータリングをくださった先輩。いや、なんかアイドルじゃなかったら将来何になりたいっていうやつ、質問は OL。 アクセサリーはね基本つけないんですよ、なくしちゃうから。つけるとしてもイヤリングかな。ゆらちゃんって呼ばれて、赤ちゃんって呼ばれて、どっちも嬉しいけど、でもゆらで浸透させたいからゆらの方がいいかな。そう、香り多分もう一種類ぐらいあると思う。来年成人式です。私とあーちゃんさんとみーちゃんさんとトロブさんと福田あかりさんかな。ハンバーグ弁当美味しかった。そう、白組、うん、ドロムさん大好きですよ。一緒にお風呂に入った仲です。って感じかな。それじゃあそろそろ配信終わりたいと思います。壇上読みますね。その前にスペシャルギフトいっぱい、じいさんいっぱいありがとう、そうめんさんありがとう、インパラさんありがとう、マルスさんありがとう、キヨニありがとう、キョウちゃんありがとう、ショウヤありがとう、ありがとうございます皆さん。読めなくてごめんね。また来てくださいぜひ。それでは壇上読みます。13位ムムさん、ありがとうございます、ありがとう。第12位茶色いクマさん、お、あー初めてかな、男女かわいい、ありがとうございます、ありがとう。そして第1位は間違えた第11位はブックン、ブックンいつもありがとう、ありがとうございます。第10位は今日あったメリーポピンズ全吉さん、ありがとうございます、ありがとう。第9位は翔也とモールゆらるし、明かりを引き上げるお寿司一緒に行こう、ありがとう、ありがとうございます。第8位は、あ、変わっちゃった、待ってよ、ムムさん、茶色いクマさん、ブックン。第10位
とうとうあった、タイマーさん、とうとうありがとう、ありがとうございます、ありがとう。第9位はヨスティンさん、ありがとう。ヨスティンさん、ありがとう。第8位はしんいちさん、ありがとうございます、ありがとう、しんいちさん。第7位はりょうぴょん@ゆらーゆらーゆらゆらルームにてアワ配布中、ありがとうございます、ありがとう、いつも。そして第6位は伝説のひでぽん、いつもありがとう、ひでぽん、ありがとう。第5位は待って読めない、リンジあとゆらきゅん、ありがとうございます、リンジさん、ありがとうございます、どうもー、どい。第4位はうんジーン、ありがとう、今日からじゃあ呼び捨てにするね、ありがとう。シーナちゃんにまたお話ししたいって伝えといてね。第3位はヒョウワとメリーポピンズ全員さん、ヒョウさんありがとうございます、いつもありがとう、ありがとうございます。第2位はユマポンワとユララ、ありがとう、ありがとうございます。そして第1位はダラララララララデン、ショウヤアットもうよろしい、明かりを引き上げる、1位になっちゃった、1位ありがとう、ありがとう、いつもありがとうございます。バレるやん、確かに。男女の皆さんお話ししましょう。え、まあでもバレてるんじゃないの、バレてないの、まだ。男女の皆さんお話ししよう。2回呼びありがとうございます。変わったからね、順位がめっちゃ静か、今日の壇上さん。めっちゃ静かだ。今日これで配信終わり、うーん、わかんない、どうしようかな、七並べやる、5分おきに、好きな層、ゆらも好きな層かな。よし、静かだからランダム読みます。まなーみさん、ありがとう。おんちゃん、ありがとう。超える力さん、ありがとうございます、ありがとう。お互い息すれば問題ないと思います。息消してください。よし、それでは終わろうかな、そろそろ。皆さん今日はつみさんの方も、そう、時間をたまに変えるのもいいね。はつみさんの方が結構いらっしゃったけん嬉しかった。みんないっぱい質問してくれてありがとう。今日も楽しく配信できました。1時間ちょいやったけど、1時間半ぐらいやったけど、みんな来てくれてありがとう。長い時間、またメールするね。それじゃあ次は室並べてお会いしましょう、皆さん。それでは、変な質問考えるの疲れた、受ける、変な質問しなければいいじゃんってね。みんなも熱中症気をつけてくださいね。はじめまして、ありがとうございます。 STU48 とドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです、よろしくお願いします。皆さんもね、こまめに水分とって熱中症気をつけてくださいね。この配信終わったら七並べします、5分おきに。それじゃあまたねー、バイバーイ。
イバーイ。バイチャラポー、みんな来てくれてありがとう。お疲れ様です。この後も一緒に頑張ろうね。今週1週間頑張ろう。そう、七並べで会おうね。みんな5分おきにやるからね。バイバーイ。バイチャラポン。何時から、この配信終わってから5分おきぐらいに、5分おきずつでやります。そういうことか。45からできるかな。4550からやるかな。50分。何時まで、え、何時までにしようかな。じゃあ決めようか。うん、7時半とかまで。え、でも分かんない。多分私気が向いた時にどんどんやるから、その時間過ぎても5分おきとかにやったら合うかもしんないっていう感じです。それではみんなまたね。バイバーイ。カメラ目線でつってバイバイしてください。バイバイ。ハートは無限です。お疲れ様。それじゃあまたね。またね、バイバーイ。ありがとうございました。またね、バイバーイ。せーの、ブチ。ありがとうございました。また七並べでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。終わるよ、終わるよ。バイチャラポン、七並べ来てね。メールも送るからね。みんな来てくれてありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。今来た。バイバイ。ごめんね。バイバイ。終わるの。